時刻は3時30分を回りました。この時間は、めぐみ館のフリーライフの時間です。お相手は私、FM 小沢池城めぐみです。えー、この時間ですけれども、えー、この番組は金曜日の昼下がり、暇つぶしにでも当てていただけたらなぁと思ってやっている番組です。3時30分から4時までの30分間、皆さんどうぞお付き合いください。 もね、ゆったりまったりね、この花金、ちょっとね、天気もね、あのうん、明るくなってきたかなーっていう感じの沖縄市ですが、そちらから生放送で30分間お送りしていきたいと思います。皆ささん最後までどうぞお付き合いください。くだ はいといとうことで始まりまりしためぐみかんのフフリーライのの時間ですこの番組は、えー、週の終わり金曜日、えー、3時半昼下がりに、えー、暇つぶしにゆったりまったり、えー、ラジオを放送していこうという番組です。皆さんにねこのまったりとした、ねえー、時間を過ごしてもらえたらなと 思ってやってててやいまます沖縄市晴れてきましたね朝はね結構どんよりと曇っていて雨降りそうなのかな降ってるのかなーっていう感じだったんですけれども沖縄市、えー、パークアーベニュー中央パークアーベニュー入り口にあります <laughs> FM 小沢より生放送でお届けしておりますがサン々サンルもね 車は多いんですが割とスムーズに走っているようですね。うん、FM 小からいろお天気もちょっと明るくなってきて日差しも強くなってきたかなっていう感じでいい天気です、風もちょっと出てきたかな、あの前にある、えー、と植物たちもねゆらゆらと木々も揺れている感じでちょっと本当に初夏に近づいてきてるのかなって感じがしますね。はい ということで始まりました「めぐみかんのフリーライフ」の時間です。この番組はですね、毎回テーマを設けまして、皆さんとちょっとお話ししていきたいなと思っています。で、今回のテーマなんですけれども、ギリギリまで何にしようかなって考えていて。で、結局、決めたのがこちらでした。あなたがプッシュするまるプッシュするまる まあ、つまり、うん、あなたのおすすめみたいなもんですかね。おすすめしている、例えば、プッシュアーティストだったり、この芸人さん面白いよとか、この雑誌、この本面白いよ、とってもいいよっていうものがあれば、ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージテーマは、今回のメッセージテーマは、あなたが プッシュする〇〇こちらでメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先、メールはこちら。7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p までお待ちしております。ファックスでも受け付けておりますよ。098-934-8653。098-934-8653番です。皆さんからのメッセージ、どんどんお待ちしております。 また FM コザでは、えー、ツイキャス、ニューストリームでもネット配信、動画でね、配信しておりますので、そちらからも、えー、気軽に参加していただければなと思いますよ。ツイキャスでもね、どんどんメッセージもお待ちしております。それでですね、今日なんですけど、今日のラインナップなんですが、 まあ、今日ね、テーマがプッシュする〇〇ということで、私もプッシュするものを持ってきました。私がね、プッシュしているアーティストを2組、うん、で2組紹介できたらいいなと思っています。で、もし時間があればね、あの、前回ですね、えー、2週間前になるかな、前回に、えー、私のおすすめする本ということで、いこたろうさんとヨッチャンさん共著の 幸せ名語録という本がありましてそちらの方からもねいくつか名言をピックアップして紹介していきたいなと思っていますよそれでは早速本日のオープニングナンバー参りましょう私の、えー、私がプッシュするアーティスト1組目のまず曲からかけていきたいと思います 本日のオープニングナンバー、サースティーロードでキス。 でもね、今日はえっ、ー、とプッシュする本から紹介するって言ったのに本を忘れてしまったのでごめんですね？ さあ聴いていただきましたのはサースティーロードで「キス」という曲でしたい,らいかがだったでしょうかねリスナーの皆さんの中にはあれこの曲聞いたことあるっていう方も何人かいらっしゃるのかななんて思ったりもするんですけれどもどうでしょうかね私の中では結構記憶に新しい方といいますかあのですね えーとね、いつだったかな2007年か8年7年かな8年かなうんどっちかなんですけどもそのねあの年のマリエル・オーク・パインというホテルだねうんの CM が流れてるんですけどその CM ソングにも起用された曲でしたどんな CM だったかななんかね女の子が ソファーに寝そべっていていで、えー、ちょっと寝ててで、一回目覚めたら、あれ指に、指輪が入、指輪がつけられている。で、なんかこれがプロポーズの言葉だったみたいな、そんな感じの CM だったと思うんですけど、すいません、ちょっとはっきりは覚えてないんですけど、そういうね、あの CM。 のソングにも、えー、起用されていましたということで、えー、私が、えー、プッシュするアーティスト、まず一組目、サースティーロードというバンドです。こちらなんですけども、聞いたことある方は結構少ないかなと思うんですよねで。割とね、マイナーだったりするんですよ。沖縄を拠点として、えー、活動している。 彼らなんですけれどもサーステーロードの紹介していきたいと思いますまずメンバーなんですが3人とも、えー、沖縄出身ではないんですね、えー、ボーカル岩田秀久さんでギター中島なるごみさんベース松本ひろさんこの3人で形成されているバンドです でね、この岩田秀房さんっていう、岩田さんっていうね、ボーカルの方なんですが、ボーカル、ギター、一緒にやってるんですけれども、結構ね、あのプロデューサーとしても活動されている方でですね、この WAT でありますよね、あのウェンツ・エイジさんと小池鉄平さんの、えー、コンビ、コンビっていうのかな、男性デュエットのね、2人いますよね。でその方 この WAT の君が僕にキスをしたという楽曲があって、で、こちらの、えー、楽曲提供、作詞だったかな作曲だったかなどっちかに、えー、岩田さんが携わっているということがありました。そういうプロデューサー活動もされている方です。で、中島さんもね、結構今はあの CD、 あの結構有名な方の CD アレンジとかでもいろいろ作成に携わっていてそうですねうん何だったかな前はね最近でしたらこの「FM コザ」でも番組を持っていたえっ、ー、とね前はね月曜日の9時でしたね夜の夜の9時に番組を持っていたえー、あ名前が出てこないな。 えとね「月9でナイト」という番組があったんですけれども、うん、この番組に出ていた姉さんというあの愛称で呼ばれていた方なんですがそのねあの姉さんの CD のアレンジも担当したということでちょっと私の中では記憶が新しいんですけどね島みずきさんという方なんですがこの女性アーティストの CD が最近発売されまして でこの島みずきさんの CD の、えー、曲のアレンジを担当しているのがこの中島成文さんでしたで松本さんもねこの、えー、いろいろ活動されていてこういう音楽活動ではねあちこちお,お忙しい日々をお過ごしになっているという話を聞いておりますそういうね、えー、サースティーロード3人のね バンドですけれどももう一曲聴いてほしい曲があるんだけど一回曲いきましょうねもう一曲聴いてほしい曲がありますのでこちらを紹介したいと思います本日の2曲目です「サースティーロードで空色の場所」

さて、聴いてもらっているのは、サスティーロードで空色の場所という曲です。こちらもね、あのー、CM ソングとして使われていた曲になりますね。えっ、ー、とね、沖伝の CM だったかなはい。こちらの曲を、えー、使っていましたね、CM でね。で、この曲を BGM にしてちょっと話を進めていきたいと思うんですが、こちらで、えー、メッセージが届いておりますので、 えー、紹介していきたいと思います。えー、ピンクちゃんさんです。ありがとうございます。メグ、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、あなたのプッシュする〇〇ですね。私のプッシュする〇〇は、アーティストグループで、世界の終わりです。あ、いいですね。世界は。いいですね。あの音とリズムは何とも言えないファンタジーの感じが、今私のプッシュするアーティストですよ。メグちゃん、頑張れと。 い何だろうね他のアーティストとは何か違うような印象を受ける感じがしますね何だろうね何かとらわれない感じというかこの曲の作り方も割と独特なのかななんて感じたりもしますがピンクちゃんさんどうでしょうかメッセージありがとうございましたはい。 ありがとうございましたそれでですねもう一曲いきたいんですけどもう一回一旦 CM を挟みまして続いてのパプッシュするアーティストを紹介していきたいと思います一旦 CM です。 さあ、流れてきましたのは、なんて面白い曲 <laughs> 割とね、衝撃が走るんじゃないでしょうかね。なんだこの曲はって思った方もいらっしゃるかと思います。こちらがね、私が、えっとね、先ほど紹介したサスティーロードに続いて、えー、プッシュするアーティスト、ポニーテールリボンズです。こちらもね、あの沖縄を拠点に、えー、活動している 何、うん、て言うのかなバンドというかアーティストになるのかな、うん、このユニットなんですけれどもとってもユニークな、えー、人たちというかねユニットなんですけれどもこの曲も聴いてもらえるとわかると思うんですがなんかこの曲なんておじさんおばさんかおじさんみたいなおばさんかこのえっ、ー、とねこの三単語しか 使ってないんですよこの曲ひたすらこれを繰り返して曲が終わるというねなかなか斬新でしょもう私ねこういうの大好きでね <laughs> 結構ねこの「ポニーテール・リボンズ」っていうねなんか不思議な名前だと思うんですけれどもこのねちょっと紹介したいんですが「ポニーテール・リボンズ」ポカゆいちんさん そして、リトルコフスキーさん、名前は謎です。何という名前なのかよくわからないんですけれども、このポカユイチンさんという方と、リトルコフスキーさん、この2人で結成されている、2004年に結成しているからもう11年経つんですね。早いですね。でも、巷股で噂のハイパークリエイティブユニットということで紹介されていますね。で、この、 私もポニーテールリボンズの、ね、ライブには、ね、何回か参加してるんですが1回参加するともうやみつきになってしまいまいす本当に、ね、盛り上げるのが上手で、ね、この動きが面白くって曲もねあの斬新なラスが多くて私もついつい引き込まれてしまった輩の一人です。という感じで、えー、紹介してきました。 でこの、ね、ポカユイチぃさんというのが、ね、このピンクの帽子にサングラス袖のないデニムシャツそしてデニムの短パンこれが彼の制服みたいな <laughs>、えー、やっている時に、えー、使っているんですけれどもなん,となんともインパクトのある格好ですよねサングラスもかけているんですけど。 ぜひ気になった方はね、ポニーテールリボンズと検索してみてください。今ではね、あの、名古屋だったり、東京だったり、ちょっとね、出張みたいな、出張ライブみたいな感じのもやっていますので、沖縄でもね、あの、ワンマンとかも何回もやってますので、もし機会があれば皆さんライブにぜひ行ってみてください。でね、今後ろで流れているのがね、 ポッチャリゴルバチョフという曲ですちょっと聞いてみてください <laughs> さあよくわからない終わり方だなと思った方もいるかもしれませんけれども。 <laughs> とてもねユニークな曲でしょッチ,ャリゴバチョフ <laughs> 気になった方は本当にね面白いからこういう感じの曲もあればしっとりとしたバラードもあるしすごい盛り上げる曲もあるし何といえばもう演歌もあるんですね。もう本当に 彼らの中ではモアイミュージックという名付けているみたいですけれどもはいということでえ「めぐみかんのフリーライフ」も終わりの時間を回りましたエンディングどうしようかなって考えたんですけれどもそうだなやっぱりこの曲かなかけていきましょうね後ろで。 今日のエンディングは、えー、とポニテールリボンズでモアイ大好き金城さんをおかけしてお別れしたいと思います。「めぐみかんのフリーライフ」今日もこの、えー、お参加ありがとうございました。でね、えー、今日プッシュした、えー、アーティストサースティーロードと えー、ポ,ポ,ポニーテールリボンズ気になった方は是非調べてみてくださいそれではまた来週このお時間にお会いいたしましょう「めぐみかんのフリーライフ」今日もこれまでです皆さんありがとうございました